株式会社は大阪市にある電気機器メーカー。ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社の100%子会社。電源ユニットやトランス、インバータ等の電気部品を開発、製造している。2011年にはワイヤレス給電向けコイル。2013年にはメガソーラー向け発電システムを開発した。ソーラーアワード2013を受賞した。 田淵電機は2011年に制定された再生可能エネルギー電機の調達に関する特別措置法を受け太陽光発電事業を拡大してきた。しかしその後、同法に基づく買取価格の低下や規制強化等の政策の変更もあり経営が悪化し2018年3月期までの2期連続で赤字決算となった。また、 金融機関からの借入金の返済計画が計画通りに進んでいなかったことから、田淵電機は2018年6月25日に事業再生実務課協会に対し、田淵電子工業とテクノ電機工業の関連会社2社と共に事業再生 ADR を申請し、即日受理された。2018年9月25日にダイヤモンド電気株式会社との間で、 スポンサー支援に関する合意書を締結し、同年10月16日にダイヤモンド電機に対して第三者割当増資を実施することと、ダイヤモンド電機が田淵電機の支援スポンサーとなる契約を締結した。ダイヤモンド電機は支援策の条件として、田淵明久取締役会長など役員が保有している田淵電機全株式を 払い込み期日である2019年1月25日までに、田淵電機へ無償状とすること、ダイヤモンド電機が第三者割当増資の払い込みを行うを主たる、実行前提条件として、TDK 株式会社が保有している株式を2019年1月25日までに、田淵電機へ無償状とする契約を締結していること、臨時株主総会を実施し、 ダイヤモンド電機が指名する取締役及び監査役の専任議案を提出し、現在の役員を退任させることなどが盛り込まれた。2018年11月6日には、テクノ電気工業全株式を経営者へ譲渡することを発表したと同時に、テクノ電気工業の事業再生 ADR が終了。翌十一月七日には、ダイヤモンド電機との契約に基づき、 TDK との資本業務提携が終了した。田淵電機は2018年12月7日に事業再生計画案策定事業再生 ADR 手続きに基づく再建者会議を開催し事業再生 ADR 手続きが成立した。同時に東京証券取引所に事業再生計画を提出。東京証券取引所は田淵電機株式に対する 株式上場時価総額審査を開始。田淵明久氏取締役会長は2018年12月18日付で退任。2019年1月8日に東京証券取引所による審査の結果が発表され、田淵電気株式は上場が維持されることになった。田淵明久元取締役会長など元役員や TDK が保有していた。 田淵電機全株式の無償譲渡などが完了したことから田淵電機は2019年1月22日付で第三者割当増資によりダイヤモンド電機の子会社となった新社長にはダイヤモンド電機代表取締役社長 CEO である小野由りが就任したほかダイヤモンド電機取締役専務執行役員 COO である前田雅美 ダイヤモンド電気取締役常務執行役員子である長谷川淳も取締役に就任した。解放士としひ取締役社長はダイヤモンド電気の子会社化と同時に退任した。田淵電機は事業見直しを実施し、海外市場向け及び国内の高圧用、産業用パワーコンディショナー事業からの撤退、パワーデバイス部門においても一部の 不採算製品からの撤退を行うなど、経営再建を図る。また、2019年10月1日付で、ダイヤモンドエレクトリックホールディングスの完全子会社、になった。ありがとうございます。